リンポスの偵察の兵がも見知らぬ将来が夜取りでは敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアリス軍は砦にいるのが我々の仲間だと勘違いしている様子。訓導です。今奇襲をかければ敵の動揺を誘います。その隙に彼らを救い出しましょう。撃ち取ったわ。諸葛亮殿はこの作戦の要、必ずや守ってみせん。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。逃げた？何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。援助せ。ひとまず下がってる。立て直した。下手踏んじまったか。ここは一旦引いとくぜ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。好きにやる。ほうとう、それにロシク殿も呼ぶして何よりですが、再会を喜んでいる暇はなさそうです。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一応打尽にするのはどうだ。この地形、この風、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後の追撃を受け持つ。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる敵をコテンパンにする策ならお任せ。なら私は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと細工するとしよう。さて準備に取り掛かろう。各々抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あいつもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。さて早いとこ味方の船を繋いじまわないとね。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい。船をつなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。すごく頼もしい。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの。さっぱりわかんない。打ち取ったわ。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。私も奮起して答えましょう。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り、策が知れぬよう敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。この砦が欲しいんだけどさ、敵が強くって。ちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所、矢を射込むには絶好の位置だ。敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。訳あってそうはいかないんだ。そっちも訳ありみたいだけど。お前たちはここで倒す。
俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。攻撃の威力凄まじい。どうにか味方に引き入れられないのか。そんなことできるのかね。だってあの子たちなんだか怖そうだよ。お前はカウン。この先へ行かねばならんのだが、通してくれないか。そう、どうしてもと言うなら私を倒してください。ああ、いいね。その調子で頑張んな。天下無双は君だったか。船をつなげたようだね。これでサークもうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。まとめてポイント。サークの成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。相手を務めよう。カーン暗黒マイル、この長方が相手だ。覚悟決めろよな。お知らずについてきてくださいよ。任せとけ。援護の顔を見せるは恥だが、やむを得ん。熱くなりすぎたか。ここは引くよりしゃあねえな。戻って策の練り直しだ。砦は無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了っと。お役に立ててよかったです。すごく頼もしいです。あなた方に情けはかけられません。せめて美しく散らせてあげましょう。自然の風景に舞い散る花びらこそ美しい。人の散る様が美しいとは異なこと。これで目的地への道は開けたが、待ち受けるはあの怪物か。これです。あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。逃げるなら今のうちよ。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。さて、そろそろ移動しましょう。戦場にいては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついたのだ、人間ども。ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。呼んだか。来ましたね。我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと。正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。さあ、敵さん大混乱。お次は伏兵、行ってみよう。遅れずについてきてくださいよ。わっちがなすすべもなく負けると。信じられない。力負けするなんて。今日はもう勘弁してやる。敵は見事に浮き足立っています。この
隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配お見事です。消えればいいよ、可愛がってあげる。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。さすがです。その調子でお願いしますよ。皇帝のおかげでうまくいきました。ここで拷問の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を抱きましょう。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺馬孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない方のようですね。じゃあ俺たち似た者同士。本物から言われるなんて偽物冥利に尽きるな。おお、この苦境に駆けつけてくれたか。お前の働き覚えておくとしよう。悪い子にはたっぷりお灸据えちゃうよ。よろしくお願いね。私じゃ手に負えないよ。これで態度が開きました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。この程度の炎でひるむな。全軍戦場から退去せよ。すぐさま立て直したか、将たる器だな。この地より逃がすことはできん。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。やらせない。ああ、おめえ炎上、金利通してやんぜ。逃げるなら今のうちよ。真の三国無双はお前さんかい。たまげたねえ。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほうほう、あっしは方位しよしき。兵は軌道なり。バカ、これも愛ゆえですね。正義は勝つのだ。これで思い通りね。